はい、どうぞ。はい、行きます。今さっきの火山の説明でも、年齢に応じて刀の肉厚を薄くしていくとか、刀を短くしていくとかいうことで対応してください。最終的にはだんだん短くなる、だんだん肉が薄くなる、それと最後は短刀程度になります。短刀程度になったら非常に軽い、まあ400グラムとかそんなやつよ、500グラムもないから軽くやる。で、今から説明するこの刀もそういうことで、だんだん短く、だんだん肉厚が薄いようにしていったらやれます。ところで今回はヌンチャクの説明。ヌンチャクは普通、まあ市販のものならこんなやつでやります。こんな長さ。さあ、どれだけの技を覚えとったらいいかなという問題ですけれど、これをこういうふうに握ります。これも小指と薬指が中心で、親指と人差し指で強く握らないように。これで、そうやね、10か15ぐらいで握って、こっち側は2か3ぐらいで握るということで、100の力をそのぐらいにしてください。それでまずこれが中段の構え。この中段の構えが基本になります。これ中段の構え、左足後ろ、右足前、足は今さっきの剣と同じ、横から見たらこんな足、前から見たらこんな足、足と足の間に足が一つ入るぐらい、これは横から見たら足はこんなこのぐらいで重なるぐらい、このぐらいで重なる。それで両方で大体この高さで、これで先生もうちょっと離れてもらえます。はい、はい、それはいいんで、はい、はい、これで1押し立てます、2肩やります、3押し立てます、4肩やります。これあんまり当てても痛くない、勢いよくやっても痛くない。だから遠慮なく、ポン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 。その時こっちやって邪魔せんよ。この手にくっつけんよ。適当にやっと置いとったらいい。バッと置いとったらいい。おっとくればいい。で、これは、こう打つときは相手の頭を斜めに持ってます。下から行くときは、下から跳ね上げています。まあ、腕なんか跳ね上げることは、それでこれを連続しておけるよう構えとって、1、2、3、4、5、6、7、8ってみよう。はい、肩や最後は休む。はい、これでまた始めますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、こういうふうにします。これ肩へ声乗せる方法と乗せない方法があります。あんまり10発も打ちたくないから、これで2発で終わり、大体ね、って言って終わり、あるいは4発も打つことはあんまり少ないということです。それと別にもう一つがあります。もう一つは1、2、3、ここでポンとポンとこうやって置いとくと終わりね。これ
見てください。1、2、3、4。自然に入ってくる。自然に入ってきたら、キュッと握ればいい。もう一回やりますよ。1、もう手を打てる。1、2、3、手を入れて入るよ。今のは失敗。1、2、3、4。よくから見たら、ここは入るよ。1、2、3、4。入ったら入るよ。で、また、この稽古をしてください。もう一回言うと、大きく堂々と。ね。1、2、3、4。これ、または、または、これから、1、2、3、4。で、こうか。そういう練習をしてください。すると、これ、これで固く、ここへ固くて、もう一回打てる。もう一回打てる。もう一回打てる。ここで止まって、ここからもう一回打てる、打てる、打てる、止まる、こうなります。それでこんな稽古をしてくださいね。ここから、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8、こういう稽古。あるいは、これで、1、2、3、4、1、2、3、4、もしもね、ここからね、ここから始まって、1、2、3、4、こういうふうにやってください。そういうふうにするのは基本です。で、もう一つだけ。これで、1と。今の目の口と同じで振りかぶりすぎない。このぐらい振りかぶって。2、1、2、1、2、1、2。これで目の口と。ね、その場で打ってもいい。その場で、1、2、3。C でもいいし、出て行って行ってもいいです。1、2、3、4。こういう稽古をまずやってください。これが、ルンちゃんの最初の最初の基本の説明です。ルンちゃん、これ、3000円までで売っています。市販の武道具店行けば3000円まで売っていますから、これを買ってください。ここは紐の形式でもいいし、鎖の形式でもいい。このヌンチャクとヌンチャクをつなぐ部分は紐でもいいし、金属製でもよろしい。そういうことで、今の基本ができれば、次はかなりできたら次の段階に進みます。だからこれもちろん最初は今の方のこの文章一人でやってください。一人で基本を体操としてやってください。
相手を捕まえて一対一でやるのはまた別の機会にご説明することにしましょう。簡単に言うたら今の刀も面打ちと小手打ちでやれるようにある程度やれるようにこれも今のことをできるようになればヌンチャクはある程度使えます。ただブルース・リーのヌンチャクお年寄りの方はあれ見たやろうけどあれは盾としてのヌンチャクですね。盾ってご存知かどうか殺人とか盾とかなんか日本でお芝居で竹光で舞台上で切り合いしていてと同じように面白おかしくあれはやっているんで、実際のヌンチャクの使い方とはだいぶ違います。それで最初のヌンチャクは本当に使えるためには今のところから稽古をしていただいたらいいんじゃないかなと思っています。はい、終わり。